はい、どうもです。今回からですね、この量子科学の、授業動画を始めていきたいと思います。物理科学の授業の一環ですので、深くやるかはちょっと、わかりませんけれども、私個人としては量子科学ね、授業やっていって、教科書読んだりとかもして、面白い分野だと思ってますので、可能な限り授業動画作っていきたいと思います。今回は、導入っていうことですので、中学校でもやるですね、トムソンの実験と非電化の導出について、この式の導出の方についても、説明していきたいと思います。量子科学ですので、まずはですね、この電子の発見についてお話していきたいと思います。量子科学って、面白いけど、難しいですよね。で、量子科学における心構えとして、個人的な感想なんですけれども、1926年に、いわゆるですね、シュレディンガー先生がですね、方程式を発表しました。つまりですね、まだ100年も経ってない学問領域なんですね。なので、まだまだ、難しいんだけれども、実際ね、井戸型ポテンシャルみたいな感じでも、あまり、3つぐらいしかできてなかったりしますよね。で、古典力学と違うとか、飛び飛びの値っていうのがいろいろ出てきますよね。それ何重要？みたいな話が出てくるかと思います。またですね、量子科学結構こう考えるとうまくいきます系の話も多いですね。あとは、大学受験の時には、当然ですね、バッチリできていた、いわゆる数学とか算数に関して、ちょうどですね、忘れた頃にですね、この数学めちゃくちゃ出てくるんですね。三角関数とか積分とか微分とかすごくたくさん出てくるっていう感じで、わかりそうでよくわからんみたいな感じが、難しいっていう概念かもしれません。で、あとはですね、突然出てくるこのハミルトニアン演算子っていうものも、出てきますよね。あとはインテグラルがこう3つくらい重なったやつが出てきたりとか、大学の授業でですね、わかるよねって言われて飛ばされるかなり高度な数学手法っていうものが、あります。つまりですね、最後まで、見たりとか、導出される式を見ればですね、結構面白かったりするんですけども、その途中でですね、結構挫折しちゃう可能性もあるので、途中でですね、挫折しないで、最後まで聞けば、量子科学って結構面白いよと思います。では、実際の今日の授業の方に入っていきたいと思います。量子科学の導入編としては、物理の、物理科学ですので、まずは電子の発見、陽子の発見、原子核の発見、中性子の発見というものをやっていきたいと思います。本授業では、このトムソンの実験と非電化についてお話をさせていただきます。こちらね、中学校でも、見たことあるかもしれませんけれども、陰極線化ですね、クルックス管と言われます。電場や磁場を通してですね、この緑色のこの蛍光に光っている陰極線を、あるいは磁石を近づけてですね、こう曲げたり、するのを実際やったことがあるかと思います。これについてのお話になります。では、ここからですね、模式図を使って、説明していきたいと思います。こちら先ほどのですね、クルックス管、陰極線管とも言うんですけども、この中にですね、初め、気体が入っています。なので、管内の気圧をですね、どんどん下げていくと、残留気体特有の、色が、発光し始めます。その過程を見るのも少し楽しいと思いますので、もしですね、学校の先生とかにお願いできるのであれば、やってもらっても構わないかなと思います。で、この残留気体がなくなって、で、この電子銃からですね、いわゆるこの陰極線っていうのを、出し始めると、ここで初めて管内に塗られた蛍光塗料が発光することによって、このようにですね、こう緑色に光るっていうことになるわけです。陰極線が観察できるわけですね。で、この陰極線の観察を利用してですね、この J.J. トムソンという先生がですね、これ電子なんじゃねっていうことを、発見したっていう話になります。またですね、障害物っていうものを、この陰極線の前に、置くとですね、この陰極線が、光が遮られるので、粒子性なのかなみたいな。波であればね、こう解説したりもするので、粒子性かなみたいな。あとは、直線性が非常に高い線なんだなっていうことが、ここで分かってるわけです。こちら、よくですね、ある。この十字のやつで、こう十字が、遮られてますよね、光が。っていうのが、あるかと思います。で、またですね、陰極線、曲げることができます。例えばですね、電場を与えることによって、上にですね、プラス、下にですね、マイナスを与えると、上の方向に曲がることが、分かります。つまりですね、プラス側に曲がりますので、この陰極線っていうのは、負に帯電してるんじゃないかっていうことが、これからもわかるかと思います。また、磁場を与える場合ですね、
磁場を与える場合は、こちら、目の前がですね、N 極で、奥側が S 極の場合です。この場合は、どちらに曲がると思いますかね。答えましたかね。では、答えを言いますと、こちらは、下側に、曲がります。まさにですね、フレミングの左手の法則と、なります。陰極線ですので、電、あとは磁力ですね。だからこうかな。こういう感じになるので、ちょっと鏡で行こうかな。になるので、電流、で、磁力は N 極から S 極ですよね。なので、力を下方向に働きますので、ローレンツ力っていう、まあ、磁力によって働く力によって、この光が、曲がるんだなということが、わかるかと思います。では、このドブソンの実験でわかることとわからないこと、あります。まず分かったことはですね、陰極線はマイナスの電荷を持つ、まあ、粒子なんじゃないかっていうことが、わかりました。まあ、結果としてこれが、電子となります。で、まあ、わからないことですね。わからないことっていうのは、この電子1個が持つ電気の量と、質量っていうのが、わからないわけです。ただ、まあ、このトムソンの実験からですね、この非電荷っていうものを求めることができます。つまり、質量分の電気量ですね。この個々の値っていうのはわからないんだけど、この電気量を質量で割った値が 1.76×10 の11乗クーロンパーキログラムっていうことが、算出することができています。で、まあ、この電気量、あるいは、この質量っていうものを求めることさえできればですね、それぞれの、わからない電気量も質量も、求めることができます。これについてはですね、トムソンの実験ではなくて、ミリカンの、油滴実験っていうもので、解明できますので、まあ、次の動画を、ご覧いただければいいかなと思います。では、この非電荷っていうものの導出方法を、これからですね、かなり、詳しく説明していこうかと思います。まずですね、その前に、この非電荷の導出前にですね、この紙面、この紙ですね、この画面に対する力の方向を示す記号っていうものがあるので、復習しておきましょう。この紙面に対してですね、手前に、飛び出す方向ですね、飛び出す方向と、紙面の奥側に行く方向で、実は記号っていうものが、定義されています。この力が生じる方向に向かってですね、この弓矢をイメージしてもらいたいんですけども、この上の図はですね、こう弓矢が前、奥から飛んできているようなイメージなので、丸に対して、点があるものが、この奥側からですね、こう手前に力が働いているときは、このような記号を書きます。逆にですね、この丸に対して、この×ですね、要は羽の向きなので、この弓矢は後ろから見ているので、こう奥方向に行くやつですね。だから、紙面に対して奥方向に行く場合は、この×で、手前から、来る場合っていうのが、この丸に対して点の記号を使うっていうのがあります。これもですね、今回どんどん使っていきます。まあ、この×の方しか使いませんけどね。では、非電荷の、導出っていうのをまずやっていこうかと思います。いわゆるですね、この陰極線のこの曲がる変化からですね、非電荷というものを算出することができます。今、この陰極線管に対して Y 軸方向と X 軸方向、まあ、この正方向は、まあ、Z 軸方向だと考えて、この Y と X を求める過程で、非電荷というものを算出することができます。電場を与える場合は、まあ、上の方に曲がるんですよね。磁場を与える場合は、まあ、X 軸に対して、こうね、曲がると仮定します。で、それぞれ L1、L2 っていうのは、こういうふうに定義しています。では、まずはですね、それぞれの電場と磁場の力について見ていこうかと思います。電場ですね、電荷が電場から受ける力の大きさ、まあ、F1 として、電場の強さを E、電荷の電気量を E と置くと、この粒子がね、受ける力っていうのは F イコール EE と書くことができます。まあ、つまりですね、粒子は Y 軸上向き方向に電場から力を受けるので、まあ、こういうふうに上向きに曲がっていくと。一方で、磁場の場合ですね、磁場の強さを B、電荷の電気量を E、電荷の速度を V、にすると、ローレンツ、フレミングの左手の法則から、下側に、ローレンツ力ですね、下側というか、まあ、円の中心の方向に向かってですね、働いていくので、まあ、こういう下方向に粒子が曲がっていくと。ですかね。はい。では、まずですね、この電場の方から考えていきたいと思います。この電場の中にある粒子ですね。
を考えてください。まずは初速度で、思った状態で、電子が入ってきて、まあ、結果としてこう上の方に曲がっていくんですけども、これを Z 軸成分と X 軸成分で分けますと、Z 軸方向は等速運動で動きます。なぜなら電場は下から上に働くからですね。つまり Y 軸方向の速度成分だけ徐々に加速されるわけですね。ですかね。こちら側。Y 軸成分は加速されて、Z 軸方向は等速運動なので、こう上にと動くわけですね。で、またこの電場が与えられている間だけ加速されますよね。つまり電場間の移動時間、つまり加速度が働く時間はどんぐらいかっていうと、Z 軸方向っていうのは等速運動ですね。だからこの粒子がこの間を抜ける間のこの Z 軸方向は等速運動なので、一般的なこの弾きですね、いわゆる。の値から T1 っていうのは V 分の L1 として求めることができます。はい、だから加速できる時間ですね。では、もう少し見ていこうかと思います。では、まずですね、この電場を与える、まあ、要は加速する、Y 軸方向に加速する方向、領域と、まあ、加速しない領域があるので、図としてですね、まずこの電場を与えられる空間だけ見ていこうかと思います。まずですね、Y 軸上向きにですね、粒子っていうのは、力を受けますので、この電場中において、粒子っていうのは、上向きにですね、M 分の E 分加速することになります。F イコール MA で、覚えてますかね。なので、A の値っていうのは、M 分の F ですよね。だから F っていうのが EE だから、M 分の EE が加速度 A の値になります。で、加速できるのは、この L1 の間にいるだけです。なので、先ほど出しましたね、電場間の通過時間っていうのは、V 分の L1 となります。つまり、この電場中における、このどのぐらい上方向に進むかっていう、この Y 軸の変化、Y1 の変化っていうのは、こういうふうにまとめることができます。Y 軸方向は等加速度運動ですので、変位っていうのは初速度プラス2分の 1AT 乗で求めますね。初速度、今、加速されるときは Z 成分は、0ですので、0プラス2分の 1AT だから、Y イコール2分の 1AT1 次乗だから、まあ、代入して、まあ、こんなね、式になるのが分かるかと思います。では、続いてですね、このどのぐらいの速度になるかですね、どのぐらいの速度になるか、Y 軸方向の速度っていうものを考えていこうかと思います。まあ、先ほど同様に考えて、結局 Y 軸方向の速度 Vy はどのぐらいになるかというと、等加速度運動っていうのは A×T ですよね。達する速度っていうのは、つまり、Y 軸方向の Vy の速度っていうのは A×T1 ですので、また代入して、まあ、このような式になるのが分かるかと思います。つまり、Z 軸方向っていうのは等速運動なんだけど、Y 軸方向は等加速度運動ですよね。だから等加速度運動の方向の速度っていうのは、このような式で導くことができます。では、続いて、この Y1 は分かりましたね。Y1 分かったので、次はこの Y2 を求めていきたいと思います。この電場から出てきた後、等速運動をするわけですね。ここは電場間は加速された後、加速されないで到達した速度で等速運動をするわけです。で、その時の Y2 を知りたいと。なので、まあ、ちょっとね、外側だけを考えていこうと思います。では、ここの Y 方向の速度っていうのは、1ページ前で、求めましたよね。Vy イコール ME 分の、EL1 と。で、Y 軸方向は加速されていますけども、Z 軸方向は相変わらず加速されていません。で、電場を抜けると、両方とも等速運動になりますね。だから、Z 軸方向ももう加速する成分当然ないですし、Y 軸方向も電場を抜けちゃえばもう加速されないので、両方とも等速運動になります。じゃあ、この電場した後のこの Y2 に達するまでのこの距離の移動時間はどのぐらいかっていうと、
この L2 は L1 の真ん中まで取ってますので、結果としてここの電波から出て、この到達するまでのこの距離っていうのは L2 引く2分の1、L1 となります。で、まあ、先ほど同様に考えると、まあ、こういうふうになるわけですね。距離に対して、速度で割ることによって、ここの、到達時間っていうのは t2 と求めることができます。では、この y 軸方向の速度を分かってますので、この y2 っていうのはどうやって求めるかっていうと、ここの y 方向の速度と、この、時間ですね、かけると、まあ、こういうふうに求めることができますと。つまり、今求めたい、この y1 プラス y2 の、まあ、トータルの大きな y っていうのは、それぞれ y1、y2 と、求めることができています。はい。いいですかね。一応戻りましょうかね。まあ、ここで、まず y1 を求めてますよね。y1。この電波長、これどこまで到達するんだみたいな。で、さっき、y2 求めましたよね。はい。だから y1、y2 求めて、結果として、足し合わせると、y イコール mev2 分の EEL1、L2 と求めることができます。じゃあ、この赤色の字の部分を、左辺に持ってきて、右辺を整えると、このような式になります。つまりこれはですね、電場を変更した時の非電化の式となるわけです。はい。まあ、非電化の式、得られたのがわかるかと思うんですけども、ここですね、わからないものがあります。電場は、自分で与えるものですし、この y の値っていうのは、まあね、中心からの距離を測ればいいし、L1、L2 も自分で定義するものなんだけど、この v の値がわかんないですね。電子の速度がわかんないですね。つまり、JJ トムソンもですね、電気に残ってるって、どっかで、読んだ気がするんですけども、こう v の値わかんねえなっていう感じで、いろいろ悩んだようですね。で、そこで、磁場っていうものを、変更することになります。陰極線もともと磁石近づけると曲がるっていうことは分かってたそうで、JJ トムソンは電場をかけると曲がるっていうのを発見したかな。どっちかちょっと忘れちゃいましたけど、まあそんな感じになります。では、まずですね、まあ、困った困ったと。で、電子の初速度計算としては、まあまあ、よくね、インターネットを調べてもらえば、いろいろな感じで、この電子の初速度計算書いてあるんですけども、まあ、いわゆるですね、この電子銃ですね。電圧かけて、電子や熱して、こう、バーン飛ばすみたいな。は、まあ、2分の 1mv 事乗イコール ev で、この v イコール mev 分の 2ev、ルートで、求めることができます。ただですね、これ、よく見てください。こう、まず今、トムソン何やろうとしたかというと、陰極線の正体である、この電子の質量と電気素量を求めようと思って実験やってるわけです。つまり、この式、ね、古典力学で出てくる、この式で導かれるこの V の値の、この質量も E もわかんないわけです、結局のところ。じゃあ、使えないじゃんっていう感じになりますね。はい。で、もう一個ですね。よくあるのは、この、まあ、同じ y 軸上において、この同程度の f1、f2 を与えるとどうなるかっていうと、実は陰極線が、まっすぐになります。だから上に曲がるのと、下に曲がろうとするものが、釣り合いますので、まあ、まっすぐになると。つまり f1 イコール f2 イコール EE と EVB なので、結果として、速度っていうものが b 分の e で、求めるっていう、インターネットの情報もありますけども、まあ、これもですね、曲げますよね。電場も磁場もそれぞれ曲げて、その値にこいつ入れようとするわけです。だから、ちょっとキモいよねと。曲がった条件の速度がわかんないから、曲げて算出したこの速度がわかんないから、まっすぐにしたこの速度を入れようっていうのがあるんですけど、まあ、ちょっと気持ち悪いですよね。だから、まあ、磁場で考えていきましょうっていう話になります。磁場を与えるとですね、フラミンゴの左の法則からですね、こう下側に変わると。まあ、ちょっとこの図だと、分かりづらいので、もう少し詳しく、図を、記載しました。
ローレンツ力 F2 が働きますので、円運動の運動方程式からですね、このような式を書くことができます。ME の R の V 事象ですね、が、ローレンツ力とイコールになると。で、VKC の、R の値に、まずは、求めます。R の値にします。続いてですね、この図形の中にそれぞれ A'A'A' ダブルプライ、ダブルダッシュ D、D プライムを設定して、そうするとですね、この A、A ダッシュ、D ダッシュと D ダッシュ、A ダッシュ、A だら、ダブル、だここの三角形と、ここの三角形が相似になるのがわかるんですね。相似、懐かしいですね。小学生でやるのかな、中学生でやるのかな。相似の三角形になるので、この AA' のこの緑色の三角形のここっていうのは A'D' と一緒ですよね。だからこれと一緒だ。A'D'、A'D' の緑色の三角形のここ一番長いのは A'、A'D' と一緒やという感じになりますね。だからこっちがオレンジ、こっちが緑ね。で考えると一緒になりますよね。じゃあそれぞれ AA' が X1 ですし、A'D' はここですよね。だから L1 となるので、で、さらに、この X1 の値が、この R よりちっちゃいと、数形ちっちゃいと仮定すると、これが成り立ちます。A の A'D' が A'A'D' とイコールと解けるので、結果として、この辺っていうものは、こういうふうに書くことができます。これをですね、R の式にします。はい。2つ R の式が出てきましたね。つまり、ローレンツ力の、形からですね、導き出した R の式と、あとはここの相似の図形から出した R の式っていうものを、それぞれイコールとしておくと、X1 の値を求めることができます。OK ですかね。さっきの、電場を変えて、Y1、Y2 を求めたように、次は磁場を変えてですね、X1、X2 を求めようっていう考え方になります。まあ、X2 じゃなくて、まあ、実際この X が求まっちゃうんですけれどもね。はい。では続いて、残りの部分を見ていきたいと思います。この X の部分ですね。この各頂点の他にですね、C と O' と O と P を定義します。で、この PD っていうものを延長するとちょうどですね、AD の中間地点に C っていうものを置くことができます。だからちょっと L2 の置き方がちょっと特殊なんですね。そうするとですね、CDD'、CDD'、だからこの緑色の三角形と CO'P、CO'P、だからこの大きなオレンジの三角形がまた相似の三角形になるので、それぞれ辺の長さっていうのはこういうふうに、イコールになります。それぞれですね、置くとですね、ガチャガチャガチャ計算すると、最終的にこの X1 と X2 を足した X の値っていうものが、こういう X1 の式で、記載することができます。では、さっきのようにですね、この X は求まったぞと。じゃあ、こいつを今のやつに代入するぞって代入しましょう。そうすると、X の値っていうのは、こういうふうに記載することができます。ME 分の E の値が出てきているので、非電化の式に戻すと、これがですね、磁場を変更した時の、非電化の式になります。ですかね。はい。もうゴール近いですね。では、それぞれ、電場の値を変更した時の、非電化の式。磁場の値を変更した時の非電化の式を求めることができました。じゃあ、ME 分の E がそれぞれ一緒だから、これを重ね合わせて、V っていうものを、算出することができます。おお、それぞれ曲げた状態で、速度が求まったわけです。じゃあ、これをですね、それぞれのこの V の値に代入すればいいんですね。あ、ちなみにですね、この速度 V っていうのは、E、電場の値もわかるし、時速の値も、まあ、測定しようともできるし、あとは、
y の値も x の値もそこで変わるんですよね。じゃあこの速度っていうものをそれぞれ電場の式、磁場の式に当てはめるとどうなのかっていうと、当然ですね、同じ式が導出されます。つまり ME 分の E イコール B 次乗 L1、L2、Y 分の E の X 次乗っていうのが、非電化の式となります。では、もうほぼ最後なんですけども、まあおまけですね。非電化の動詞として、まあ学生実験とかでよくやるんですけども、まあ先ほどのですね、この電子重で発生させる2分の 1MV 次乗イコール EV の式っていうのを式変形すると、非電化の式っていうものを、書くことができます。じゃあこいつを、どっちの式に当てはめるかってことです。この磁場を変更したときに算出される非電化の式に当てはめると、実は速度っていうものが求まるので、この速度の値をまあ戻してあげるか、すると、実は算出することができます。ただですね、この電場を変えるような、電場を変えて発生する、この電場が関係するやつを、電場変更時の非電化の式に入れると、実は速度消えてしまいます。ですかね。だから求められないですね。ただ、ここから分かるのは、まあ、つまり、電子の非電化、まあ、速度や、質量っていうのを求めるにはですね、磁場と電場の両方の、を用いる必要があるなと、っていうのが、分かるわけですね。まあ、この辺もですね、電磁波っていうのが、電場と磁場を垂直に立っているとか、その辺の背景知識を見るとですね、あ、面白いな、っていうのが、出てくるかと思います。では、本授業は以上となります。ご視聴ありがとうございます。今回、電場を変えたり、磁場を変えて、それぞれ非電化の式っていうものを算出しました。結果として、非電化の式っていうものが求まったよっていうのが分かったかと思います。実際の授業においてはですね、このトムソンの実験によって、電子の発見につながったよっていうぐらいの数秒の話かもしれませんけど、まあ、こういった背景があるとですね、面白いですし、もしかしたら、高校で、やる内容でもあるので、大学受験でも、難しいところが出るかもしれませんので、まあ、知っておいて、損はないかなと思います。以上、学外のアウトプットですね、自己検査につながっております。皆様と共に、様々に学んでいこうかと思います。今回の授業ですね、面白かった方は、ぜひグッドボタンと、登録の方をよろしくお願いします。では、以上となります。